こんにちは、ショウです。今日は商工会ということで安心純正商工やっていきたいと思います。今日商工していくのは阪神から西選手、中野選手、梅ちゃん、大山選手、金本選手、そしてメッセンジャー投手になります。それでは早速やっていきましょう。それではまず西選手からやっていきましょう。西さんはですね、オーダーの関係から、勝利の使者がつけば OK です。まあもちろん、うなる剛腕が出て球威、制球、スタミナ、三道地、がいければそっちに変えたいと思います。まあ5人ぐらいやればね、勝利の使者つくんじゃないかなと思うので、とりあえず最初はね、極意書なしでやっていきたいと思います。それではいきます。来い。強心臓。ああ、強心臓、まあいいですね。はい、スピが上がったのはいいでしょう。はい、それでは続けていきます。さあ、お願いします。カン、請求自慢。はい。ここはまあ、強心臓でいいでしょう。いきます。うなる剛腕欲しいです。できればね。攻めの投球術。これでは、いかないですね。はい、今日心臓でいきます。さあ3回目いきます。お願いします。針の穴を通す請求。はい、それでは5人目いきます。お願いします。怖い。攻めの投球ということでね、まあこのまま、あと1人ですね、極意書つけてやっていこうと思います。3枚つけていこう。これでいきましょう。お願いします。来い。お、さあ来い。うわー、技巧派、技巧派。まあここは巨神像でいきましょう。はい、ということで西さん、SP15 アップ、ありがとうございます。それでは続けて、中野選手いきましょう。中野さんは、1人だけなんですけども、ここで、勝利の使者がつけばいいかなというところですね。2枚つけていきます。お願いします。大砲。おー、なるほど。ちょっとまあ B から C にミートが落ちてしまったのはちょっと見栄え的に良くないんですけども、これでいきましょう。それでは次、梅野選手です。梅ちゃんも1人ですね、1枚なんですけども、今ミート型なってます。ここがパワー型に変わる称号ですね。バズーカもしくは怪力無双、この2枚どちらかつけば、オーダーのコンボが変わってくるので、バズーカもしくは怪力無双お願いします。はい、それでは称号ですね、ここは極一緒5枚使っていきます。お願いします。来い。さあ来い。あー、脅威のスラッガー。ここは総力型になってしまうけども、どうなんでしょう。ここはまあコンタクトヒッターのままでいきますか。仕方ないですねこれは。それではメッセンジャー投手いきましょう。メッセは実はそのままでいいんですけど、メッセンジャー投手は実はそのままでもオーダー的には変わらないんですけど、まあここはそうですね、3枚でいきましょう。はい、星3ついてほしいな。お、来た。ちょうど9、ちょうど9。さあちょっと9位型にはならなかったですけども、まあいいでしょう。ここはそのままいきます。スタミナ型ですね。はい、それでは大山選手にいきましょう。大山選手はコンタクトヒッターか、パワープラス3の称号、これが欲しいところです。とりあえず最初はね、1回目称号、これ極意書なしでいってみましょう。はい、お願いします。お願いします。来い。強打者。ここから、極意書いっぱい使っていきましょう。5枚でいきます。お願いします。パワープラス3で A に乗ればいいんですけどね。来い。バズーカ、これは乗ったか。乗った。よし、 OK です。パワー A OK です。よし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 、ありがとうございます。はい、それでは、残り2枚もやっていきましょう。はい、一応ですね、
切り込み隊長。はい、ラストです。打撃職人。それではバズーカに行きましょう。ありがとうございます。これは美味しい、嬉しい、ありがとうございます。それでは本日ラストですね、金本選手。金本選手行きましょう。金本さんは、打撃職人か高級筆打、この2つどちらかによ、出ることによって同値になります。 A 同値ですね。はい、やっていきます。ここはですね0枚が一番いいんでしょう。はい、お願いします。さあここで3とか出ないでくださいよ。3、4とか出るとね大変ですから。ラン&ガン、ラン&ガン、あまあいいでしょう。パワー B に乗ったんでね。はい、ということで、本日ですね、このままオーダー紹介まで行きたいんですけども、今回、純正最強決定戦参加する、オーダーこんな感じになってます。チームスピーツ91,131ということでですね、でコンボが10,403。今回ですね、大山選手がパワー A になりましたんで、超重量打線がは、コンボでね発生するようになりました。はい、 OK ですね。ただですね、一番出しやすい、パワー型8名、ミート型8名のこのコンボ、両方出てません。海野選手がねパワー型になれば超大胆的は発動するとこだったんですけども、今回ですね勝負失敗しましたので、ちょっとね今回は、ここのコンボが出せないような形になってます。はい、ただね、まあ、違う選手、例えばヨーカー選手とかあたりを入れることによって超大弾不敵とかね、出せるようには、なります。ただまあ、そうですね、超大弾不敵出せるんですけども、まだね、決めかねてるところなんで、ここをね今後どうしていくか、しっかり考えていきたいなと思います。特殊に関してはですね、進んでる選手がほとんどいないので、ちょっとずつ進めればいいかなとは思ってるんですけど、B ランクがいかんせん少なすぎるので、たくさん使うんでね、ちょっとね、課金額を抑えてる身としては厳しいところはあるのかなと思います。はい。あとはね、鳥谷選手、このね、シリーズ1を取れてないっていうのはね、かなり痛いのかなと、他の方と差がついてくる可能性はあるんですけどね。はい。ということで、今回は、称号とオーダー紹介になりました。はい、あ、打順はですね、この数字、単純にミートパワーの合計値が高い人から順番に並べてるような形になります。今回ねラウンドガンついた、金本さんがさらに1個打順を上に上げる形になりましたね。はい、ということでね、打線はねかなり強力打線になってるかなと思うんですけども、このままね阪神純正、最強決定戦向けてね、さらに強化していきながら、決戦を待ちたいかなと思います。ということで本日は称号&オーダー紹介の回でした。ありがとうございました。